皆さんこんにちは。優しいリブレオフィス講座のお時間です。この動画は無償で自由に利用できるオープンソースのオフィススイート、リブレオフィスの使い方を優しくご紹介する動画となっております。この動画はリブレオフィス日本語チームが作成提供をしております。さて、今回のテーマですが、差し込み印刷です。皆さん差し込み印刷という機能を使われたことはありますでしょうか？この機能ですね、軽くのシートに作りためたデータをですね、一件ずつのライターの文章として、内容を差し込んで、印刷をすることができるという機能になります。オフィスワークでは非常に使われる機能でして、例えばですね、顧客のリストから一件ずつのお知らせの文章を作成をして、送るというふうなことが時にですね使うような機能となっております。で、今回はですね、こちらの作成方法をご紹介をしていきます。で、使うものですが、一つは差し込み元となる軽くの表ですね。郵便番号、住所、氏名といったデータが内容されています。で、もう一つが差し込み先となるライターの文章ですね。で、この軽くの表の内容をライターの中に差し込んで、そして一件ずつのドキュメントを作成するということをそのための設定を行っていきます。で、この設定方法はですね、いくつかの方法が選択できるようになっているんですが、今回は私が普段使っている手順をご紹介したいと思います。で、まずはですね、編集のデータベースの交換と選択をします。そうしますと、新しいダイアログが開きますので、ここにある検索というボタンですね。こちらをクリックをして、で、この宛名の一覧のファイルを選択をします。そうしますと、ファイルの一覧に宛名の一覧、このファイルが追加されまして、かつこの中に、このデータが含まれるシートをですね、選択することができます。こちらを選択しましたら、指定で決定をします。これでですね、このライターの文書に対して、この軽くのデータがですね、関連付けされた形になります。で、次にですね、このライターの文書内に、先ほどの軽くの項目をですね、差し込んでいきたいと思います。で、まずですね、表示のデータソースですね、と選択をしてください。そうしますと、先ほど設定をした軽くのシートが見えてまいります。で、注目してほしいのは、この部分なんですが、郵便番号、住所、氏名という項目が見えます。で、この項目の項目名をマウスでドラッグをしまして、で、ドキュメント内にドロップしてください。そうしますとですね、差し込みフィールドがこれで挿入された形になります。同じ要領で次に住所ですね。住所を挿入。そして、氏名を挿入と。非常に簡単にですね、差し込みフィールドを追加することができます。で、ここまでできましたら、体裁を少し整えていきます。郵便番号の先頭に、郵便マークですね。そして、ここから少し、字下げをして、住所。さらにもう少し字下げをして、氏名と。で、さらに送り先ですので、ここに、様を追加しまして、ここまで、できると、これで一応設定が終了となります。では早速ですね、次に印刷に移っていきましょう。印刷ボタンをクリックします。
そうしますと、差し込み印刷を行うかという確認が行われますので、はいと回答します。で、次に少々ですね、込み入ったウィンドウが、ダイアログが出てきます。で、この印刷、差し込み印刷をする際にですね、いくつか選択する項目があるんですが、一つは、レコードですね。これは今回はすべてのレコードを印刷をしたいと思いますので、ここはそのままでいきます。で、次ですね、出力先なんですが、一つはプリンターへ直接印刷をするというもの。で、この隣なんですが、ファイルですね。これどういったものかと言いますと、いきなりプリンターに送ってしまうんではなくて、一度ファイルとして保存をするというものになります。こちら非常に便利ですので、今回もこちら、ファイルに一旦保存をするという形で進めていきます。選択しましたら、ここで OK ですね。そうしますと、差し込みを行った文書を保存する場所を聞かれてますので、ここで適当な名前を入力してあげます。保存と。そうしますとカウンターが表示されまして、これで差し込み印刷が終了しているはずです。できてますね。差し込み済み文書というものはできていますので、こちら開いてみましょう。そうしますとこのように、差し込みがされた状態が確認できると思います。郵便番号、住所、宛名ですね。で、今これ名前が1番の名前になっていますが、次のページに行くと当然2番の人が出てきます。3番ですね。4番。このように、11番までのデータが挿入されているのが確認できると思います。見比べてみましょう。名前が1から11まで。確かに11番までが差し込みされていますね。で、で、今回は、ファイルとして保存していますので、保存後のデータを修正をするということもできます。例えば、ここのスペースをもっと開けるだとかですね、名前を変更するといったことも、簡単に編集をすることができます。で、必要な手直しが終わりましたら、あとは、通常通り印刷をすれば、これでですね、差し込み印刷の完了ということになります。で、一応これで差し込み印刷の機能、差し込み印刷ができたことになるんですが、先ほどのですね、差し込み印刷のダイアログの部分についてもう少しご紹介していきたいと思います。こちらですね、差し込み元の文書で、印刷ボタンを押すと表示されるこちらですね、ちょっと込み入ったダイアログで情報量が多いんですが、実は結構便利な機能が揃っています。で、どういったところかと言いますと、まずこの部分ですね、ここには差し込みデータの一覧が表示されているんですが、例えばここでですね、全員を印刷するのではなくて、特定の人だけをこのようにコントロールキーを押しながらクリックをすることで、指定した人の分だけを差し込み印刷を行うということもできるようになっています。選択しましたら、またファイルとして保存をするという流れになりますね。で、もう一つがですね、ここです。単一のドキュメントとして保存というのを先ほど行いました。ですので、11人分のデータが一つのファイルとして出来上がっているわけなんですけども、その他にですね、
一人ごとに個別のファイルとして保存をするということもできます。で、例えば、でもファイル名は、氏名として、そして保存するファイル形式もですね、標準の ODF、オープンドキュメントフォーマットの他に、例えば、相当いろいろなファイル形式を選べるようになっていまして、例えばここで PDF を選択をして、OK と。と、これで一応 PDF のファイルができているはずです。こちらですかね。これですね。はい、このように、PDF ファイルを差し込み印刷によって、作るということも可能になっています。このようにですね、この差し込み印刷機能非常に便利な機能となっています。またですね、様々なオプションを使うことで柔軟な作成方法を設定することができますので、ぜひですね、この差し込み印刷挑戦してみていただきたいと思います。この動画は以上になります。ありがとうございました。